どうも、おはこんばんちは、虫取り少女が目覚めの祠杯参戦。ということで、虫統一パで大会を楽しむ動画です。今回は初戦、お相手さんはパチュルノさんです。一流のダブラーを目指して、というシリーズの動画を上げてらっしゃる方です。では、早速初戦で使っていくパーティーの紹介をば。まずは、大会前に発表したパートナーズ、パラスとパラセプトについて、この2体を選んだ意味ははっきり言ってないです。とりあえずインパクトを与えたかっただけです。パラスは、皆さんご存知テンプレ型にしました。それ以外に特に言うこともないし、次行くね。次はパラセプト、知る人ぞ知るダブルバトルで活躍するポケモン、光の粉、ワイドガードで盾になることが役目。次に、自由枠の4体を紹介していきます。1体目、ウルガモス。初戦のお相手パチュルノさんのパートナーズ、クチーとサザンドラに対して抜群を取っていけるので採用。スカーフやメガネも考えましたが、今回は蝶の舞い方です。2体目、ハッサム。当初はメガ石を持たせて、HA ぶっぱのメガハッサムにするつもりでしたが、何を思ったのか HC ぶっぱの特殊型ハッサムを採用。3体目、ヘラクロス。ハッサムに代わってメガ石を持ったカブトムシ。本来は説明不要のスカ、ヘラクロスを使う予定でしたが、ハッサムの型変更によってこちらも変更させました。特性スキルリンクは強い。4体目、イルミーゼ。この子はヘラクロスがメガ石を持ったことによって、必要になったため急増されたホタル。ヘラクロスの低い S をカバーするために、追い風、電磁波で S 操作をするのが役目。とこんな感じです。では、続いてパチュルノさんのパーティーを見ながら、こちらのパーティーを選出していきましょう。では、パチュルノさんのパーティーを見ていきましょう。まずは、パートナーズのクチーと、サザンドラ。そして、自由枠の4体はこちら。ゴーカザル、アマルルガ、オンバーン、モルフォン、完全にメタ貼られてますね。これはさすがにキノコ組は連れていけない。ということで、今回はキノコ組はお留守番です。パラスの活躍は次回へ。とりあえず、こちらの先発は、ハッサムとイルミーゼで行きましょう。猫騙し持ってるゴーカザルが先発濃厚ですよね。隣には何が来るかな、タッチ潰しのアマルルガが来るかな、オンバーンもありえますね。ゴーカザル、オンバーンで並ぶのが一番厄介ですね。その並びで来ないようにお祈りしておきましょう。後続2体はヘラクロスとウルガモスです。この2体がお相手さんのパーティーに打点があるので、大事に使っていきたいですね。モルフォンが何してくるのかわからないけど、多分大丈夫でしょう。では、対戦動画へどうぞ。対戦よろしくお願いします。ほえ？一番来て欲しくない2体が来ましたね。お見通しでメガじゃないこともバレてしまった。ここは、猫騙し警戒でハッサムは守る。イルミーゼは電磁波を巻いておきましょう。フェイント。あかん。電磁波の対象間違えましたね。ハッサム何もできずに落ちていく。いきなりのフェイントは読めない。ここはヘラクロスを出しておきましょう。ヘラクロスはメガ進化をして、オンバーンにロックブラスト、イルミーゼはゴーカザルにアンコールしておきます。しかし、オンバーンか、暴風とか打ってきそうですよね。やっぱり、電磁波の対象間違えたなぁ。
とことんフェイントしてきますね。ほげー。さすが、メガヘラクロス、全体技で助かったといったところですけどね。素直にエアスラや暴風なら落ちてました。やっと1体倒せた。お相手さん何出してくるんだろう。こっちにはヘラクロスいるし多分クチートだよね。サザンドラという可能性もあるけど、そもそも連れてきてなさそう。悩んでらっしゃる。まさか、クチートを連れてきていないとかそんな感じ。と思いきや、クチート登場。ヘラクロスは不意打ちで落とされそうですし、ウルガモスに交代しておきます。イルミーゼはとにかく電磁波を巻きましょう。ヘラクロスの自信がどちらにも抜群ですが、威嚇食らってるしどっちも落とせなさそう。イルミーゼは残しておきたいですしね。まあ、何よりもクチートの不意打ちで、ヘラ落とされたくないので交代です。クチートは不意打ち持ってるのが強いですよね。遅い S をカバーできる先制技で、さらに特性で威力アップ。お相手さん麻痺バグ起きないね。そして、素直に相手でしたね。交代させずに自信でよかったかも。でも、それは結果論か。ウルガモスはクチートに火炎放射、ヘラクロスはゴーカザルにロックブラスト。ここは不意打ち覚悟で動いていくしかないですよね。覚悟というか不意打ち連打でヘラ落とせるわけだし。運よく麻痺バグでも起きてくれれば、これは運に頼るしかない。ぐぬぬ。守ってきましたか。でも、不意打ちじゃなくてラッキーですね。これは落とせたかな。よしよし、お相手さんの最後はモルフォンだよね。あ、はい。あられダメージつらいな。ウルガモスはもう一度クチートに火炎放射。ヘラクロスはアマルルガにロックブラスト。完全に麻痺バグ起こるしか勝ち筋残ってないよね。守るで不意打ちすかしても、その場しのぎでしかないですし、これは負けたな。
麻痺バグなんてなかった。あ、れ、スカーフ持ちなのか。蝶の舞しておけばってところだったのかな。対戦ありがとうございました。パチュルノさん、対戦ありがとうございました。あそこはこうしておけば、ここはこうしておけばという場面が何度もありましたね。自分のスキル不足を痛感するバトルでした。またこれが大会なんだなという実感もあります。レイトでは味わえない緊張感、言葉通りの一発勝負、さらに大会ならではの自分のパーティーへの対策も厳しかったですね。この後控えている2戦も対策はされるでしょうね。とはいえ、そんなことを言っていてもしょうがない。自分のやりたいことを押し付けたり、裏を書いていかなければ、そして、パラサーの方々に謝罪をせねばですね。今回キノコ組を出さずに勝ちに行ったにもかかわらず、ひどいプレイミスの連発で負けてしまい、大変申し訳ありませんでした。ということで、次回の指導参戦。パラスを先発で投げます。では、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。